池田周一、池田周一、池田周一、1949年12月2日台は、日本の声優、俳優、ナレーターである、東京俳優生活共同組合所属。東京都出身。身長162センチメートル、体重60キログラム、血液型は O 型。元妻は、女優の戸田恵子。現在の妻は、声優の玉川咲子。 声優グランプリウェブによると、芸能界に入ったきっかけは、最初は遊び半分みたいなものでした。児童劇団に入っている友達が、近所にいて、今度その劇団で募集しているから君も受けてみないと誘われて、ちょっと行ってみたら受かってしまったという感じで、とのことであり、1958年、昭和33年からは、子役として活動し、NHK のテレビドラマ、 二郎物語の主役を務めるなど、天才子役として、名をなす。鈴沖博隆は、機動戦士ガンダムで、初共演する際、二郎物語の池田、巨人の星の古谷徹との共演に感激したという。子役時代のあだ名は、厨房。中学生時代には、一千万人の劇場、小崎戦い、富士テレビで、石原雄二郎との初共演も果たしている。 その後も、銭形平時、円山の金山取物町、大江戸総査網、太陽に吠えろ、G メン75、大河ドラマ、家臣、大岡越前、最有機など多くのテレビドラマに出演を重ねた。それらと、並行し洋画の吹き替えなどの仕事もしていたが、1970年代半ば、洋画のアテレコで知り合った、音響監督の松浦天領の勧めにより、無敵工人、 大ターン3に出演した。その後、声優業にはあまり乗り気ではなかったが、大ターン3の後番組、機動戦士、ガンダムのアムロレイ役のオーディションに参加する。その時に見た、安彦義和のシャア・アズナブルのイラストに、インスピレーションを感じ、シャア役のテストを受け、その役を得た。アニメでは、美形の敵役やクールな二枚目役が多いが、 7つの海のキコのスコット・シンプソンのような優しい父親、ワンピースのシャンクスのようなひょうひょうとした役柄もこなす。ギャグキャラクターも少なからず演じるが、本人は演じることに抵抗がある、口実。吹き替えではコメディ系の2枚目役としての出演も多い。持ち役としてはチャーリー・シーンやジェットリーが挙げられる。教育番組のキャラクターである、見てハッスル聞いて、 ハッスルのニャルマ様役や、アニメでも、天上殿下の夏目誠役など、それまでのキャラクターの傾向とは大きく異なるタイプの演技にも挑戦を続けている。2010年に第4回声優アードシナジー賞を受賞。アニメデビュー当時、池田は、洋画と比較して、アニメのアフリコは何倍も大変と感じ、最初で最後のアニメ出演と決めていたという。池田に売れは当時は、 アフレコ現場というのは、売れない役者が最後に流れ着く場所という認識が強く、アフレコやるようになったら、役者としておしまいという風潮があったという。ギャグキャラクターを好まず、SD ガンダムシリーズをかなり嫌々でやっていたことを、よく語っている。しかし、SD ガンダムフォースにコマンダーサザビーとして出演した際には、セリフの一部に、地元の鉛で卑猥な言葉が出てくるため、 SD ガンダムは、あまり好きではなかったが、今回は楽しめたと語っている。また、同作の主役を演じた、神谷博文に、アフレコ前の飲み会の席で、池田が、俺も本気で行くからお前も本気で来い。との意気込みを語っていたと、インタビューで、神谷が語っているが、池田は酔って言っていたため記憶にないとしている。かつてシャアが登場したサザビーが、モチーフのキャラクターとして、 シャアのパロディゼリフもいくつかあったものの、結果的にはシャアを彷彿とさせない極悪非道な悪党を演じた。機動戦士ガンダムでの共演が縁で、戸田恵子と結婚したが、後に離婚。現在の妻は、声優の玉川さき子。役柄を離れた人柄は、ゆったりとしたペースの独特のテンポで話すとの評が、一般的。また、酒好きで有名であり、 声優同士の飲み友達は多数。機動戦士ガンダムや、機動戦士、ガンダムの収録の際には、自分の出番のない日でも、飲み会だけにはちゃっかりと顔を出していた。また、ガクトとは、ガクト出演のラジオ番組やその後の劇場版、ガンダムを通して、知り合いになり、よく杯きを交わす中。著述としては、ガンダムエース、角川書店館史上にて、 悩み相談系のコラム、あなたのお悩み3倍早く解決します。お連載中。2006年12月に、初の自伝、シャアへの鎮魂ンンカーが青春の赤い彗星、バニブックス館、ISBN4 から847017005が出版された。大勢の人間の前で話すのが苦手とされる。自伝では、シャアのイメージで強く見られるため、 そのイメージを保つために、人前では、愛想よく、振る舞わないようにしていると語っている。昔は相当の辛口で、ガンダムで共演した、小杉十郎太のナレーションについて、前作でナレーターを務めた、長井一郎の演技との対比から、小杉を過小評価し、君、病気かなんかにならないか、降板してくれと愚痴をこぼしたことがあると告白している。また、この件に関しては後に、 小杉に対して謝罪も行っているという。機動戦士、ガンダムの現場では、かつての子役時代からの親しみから周りに、シューちゃんと呼ばれ、親しまれていた。古谷徹とは、特に、シャア、アムロ役の声優として関連イベントなどでの、共演機会が多く、トークショーなどでも、絶妙の掛け合いを見せている。その舞台裏の脇あやい,いとした様子は、 ガンダムエース史上で漫画として描かれている。OVA、生当時、聖夜ではそれまで演じていた、ミロを降板することになる。公任は、関俊彦であった。古谷との飲みの席で、池田さんごめんよ。今回は関ちゃんがミロなんだと告げられると、あいつはガンダムもどきでもシャーみたいな役やってたなあ。あいつは、俺の二代目かよ。と苦笑したという。無敵公人。 大胆さん以来、共演した、鈴置弘隆とは良いのみ友達だった。鈴置から、緑茶割りを伝授されたりするなど、後年になり共演する機会がなくとも、酒の付き合いは長く続いた。鈴置の死後、自分も、直に行くので待っていてくれと、雑誌でコメントしている。担当する役は、長身のキャラクターが多いが、池田本人は、比較的小柄である。 岡田敏夫は OVA、泣きの竜のアフレコの際、ガイナックスの社員から、今回のスタジオは小さいところだけれど、今日は小さいを意味する言葉は禁句だと注意されている。なお、岡田の著書、オタクの迷い道によれば、この時の池田の印象について、一人だけ椅子に座っている声優がおり、こんな狭いところによく椅子が入ったなと思ってよく見ると、 その男は座っておらず普通に立っており、その男が池田さんだった、スタッフから、池田さんいたと聞かれたので思わず、池田さん、落ちてたと答えたと記述している。OVA、泣きの竜のアフレコの際には、担当した主人公竜が無口なキャラクターのためにセリフは、共演者の内見賢治と比べて、非常に少なく、またその時点で映像が出来上がっておらず、 声優は合図に合わせて声を当てるというありさまだったため、さすがに機嫌を損ねるだろうと、岡田と塩は危惧していたが、仕事終わりに、池田は岡田に対し満面の笑みを浮かべて、いや、社長、こんな楽な仕事は初めてですよ。次も、ぜひまた、お願いします。と気さくに握手を求めた。岡田はこの時のことを、宮を進むのようなセリフを、 シャアの声で言われたと表現している。飲み会の際に携帯電話で泣きながら男と話している女の子を見かけ、その会話に我慢できなくなって携帯を奪い取り、俺はシャアだがと名乗って相手に説教を始めたことがある中川県。2005年2月1日毎日放送、関西ローカルに出演した古谷トール団。 古谷によると、池田は大の日本酒好きである。ドラゴンキングダムの公開に合わせ、ジャッキー・チェンの吹き替えを担当している、石丸広也と対談。お互いに、長年の思い出と持ち役への思い入れを語り合った。この対談は、上映時のパンフレットに収録されている。池田が参加した、機動戦士、ガンダムのオーディションは、主人公、アムロレイの声優を決めるためのものだった。 しかし、会場に置かれていた、安彦義和のキャラクターデザインを見て、シャアアズナブルを気に入り、シャアの声のオーディションを受け、ガンダムへの参加が決まったという。池田は、シャアとの出会いを、シャアに呼び止められたと語っている。シャアのイメージが強くなりすぎた結果、他の役を演じる際の障害になり、損をしているという意見もある。本人も、SD ガンダムフォースでは、 自分の演じるキャラクター、シャアの上記のパロディキャラクターであったがを、シャアじゃないよと強調している。また制作者側にも、池田イコール、シャアの印象が強いため、ガンダムと違う現場においても、シャアのような演技を求められる。池田の演じるキャラクターの中には、シャアのセリフのパロディ、引用も数多く見られるということもあり、以前は本人も、そのことに、 物足りなさを覚えているような胸の言動をしていた。しかし後年、そうした状況も楽しむ様子を示している。機動戦士、ガンダムの放送当時は、シャアがララースンと二人きりになっている状況でララーに、心を開いたり、ララーの死に涙したり取り乱したりするなどのシャアの、めめしい一面がどうしても好きになれなかったと語っている。機動戦士ガンダム逆襲のシャアにおいてアムロとシャアの、 最終決戦の際に、シャアがアムロに言い放った、ララースンは、私の母になってくれるかもしれなかった女性だ。そのララーを殺した、お前に言えたことか。というセリフを言うときも、池田本人としてはしっくりこないものを感じたまま、演じることとなった。しかし時が経過し、そのような、シャアの人間臭い一面にも寛容になりつつある。CM やゲーム作品。 劇場アニメなどでシャアそのものを再演する機会も多いが、その際は過去の作品での演技を振り返って参考にすることはあえてせず、その時点の新鮮な気持ちで解釈したシャアの姿を演じると語っている。ただ池田も全く過去の作品を復習しないわけではなく、ガンダムエース史上での古谷との対談の際に、ファースト、機動戦士ガンダムを見返したら、 僕はアムロを子供っぽく演じていたと述べた古谷に、僕も見る機会があったのだけど、有名な、シャアのセリフ通りシャアは若造だなと思ったよと、返している。2004年、機動戦士ガンダムシードディスティニーに、池田がギルバート・デュランダル役で出演した。池田曰く、近年、劇場版、ガンダム公開にまで至れた、ガンダム人気は、シードによる効果が大きいと考え、若い。 シードファンにも過去の作品に興味を持つきっかけになれれば、という思いで、同作品への参加を決めたという。ガンダムのパロディ作品である、機動戦士、ガンダムさんのシャーアズナブルの声はやらないと、冗談混じりで語ったことがあるが、後に、ケロケロエースの CM では、シャアーの声を担当した。2010年には、機動戦士、 ガンダム UC にてシャアを思わせる容姿のフルフロンタルの声を担当した原作小説の作中にはフロンタルの声がライブラリーのシャアの声と全く同じというセリフがすでに存在していた。なおアニメ化発表前に制作された小説のプロモーションムービーでは池田がナレーションを担当している。押し風戦隊ハリケンジャー2002年で 敵組織ン患者の幹部サンダール役を演じた際には、声そのものに加え武器である、シャーク水星灯、シャーク水星灯のネーミング、デザインモチーフであるサメ、シャーク、シャー、赤い水星をかけたもの、さらに、見せてもらおうか、地球忍者のからくりの性能とやらを、当たらなければ、どうということはないなど、シャーのセリフを引用している。ケロロ軍曹で演じる、西澤梅夫も、 シャアのセリフを引用している。名探偵コナンで担当する赤井周一もシャアのオマージュであり、オリジナルの声が抜擢された形になっている赤井周一という名前も赤い水星のシャアと池田周一をとって赤井周一となっている。劇場版第20作純黒の悪夢の公開を記念したアムロトール役の古谷トールとのインタビュー形式の対談では、 キャラ名の第一印象について、どっかで聞いたことある名前だなと語っている。なお、アムロの名前も、アムロレート担当声優の古屋から取られ、赤井のライバル的立ち位置になる、と、同作には、ガンダムのオマージュが多く取り入れられている。また、赤井が黒の組織へ、潜入捜査していた頃恋人だった、宮野明美の声優は、池田の妻の玉川咲子が担当している。OVA。 新世紀 GPX サイバーフォーミュラサーガで担当した、ナグモケイシローのセリフの端々に、シャアのセリフが出てくる、私も、よくよく運のない男だ、など。トロンスペシャルコレクションレーザーディスクの監督、スティーブン・リズバーガーによるオーディオコメンタリーでも、私も、よくよく運のない男だなというセリフが残っている、DVD には収録されず。シャドウハーツイー、2004年では、 狼のブランカ役、特殊イベントのみを演じており、このイベントの内容も技もシャアにちなんだネタが仕込まれている。重検戦隊劇レンジャー、2007年では拳、聖バットリー役を演じている。バットリーに限らず拳ひじりは、カンフーアクションスターを動物にもじった名前で、そのスターの吹き替え俳優が声を当てるという試みになっている。バットリーという名前は、 池田が数多く吹き替えを担当しているジェットリーことリー・リン・チェイのパロディである。2008年3月5日に旗揚げされたワールドビクトリーロードが主催する総合格闘技、イベント、選挙区、戦国マイナスにて、煽り部位のナレーション、及び選手の呼び込みを担当している。選手の呼び込みの際、これより大試合を行う。吉田秀彦選手、出るぞ。 滝本誠選手出る。といったシャア・アズナブルを模したコールが行われた。日サがア、ベレージでは、イケリー・マンコと、カリア・イサムが勤める会社の社長である、赤い水星を演じている。主人公、アベレージの妻である、アベ、旧姓・クラハ・シーのことを、クラハ・シア、アルテイシアのパロディと呼んでいる。池田は、大河ドラマでは、龍馬が行く、元禄大平記。 家信に出演している。家信では共演した中村正俊と尾藤伊佐夫との撮影後に飲みに行った話、龍馬が行くでは高橋秀樹や北王子金也と共演できて光栄だと述べた。また、池田自身のお気に入りの大河ドラマとして赤浪子を挙げている。花もゆのナレーションとしての池田の起用が同作の制作発表時に大きく伝えられたことで、 周囲から頑張ってほしいとのエールを送られたとしている。また同作に関するインタビューにおいて、シャアとは離れられない存在だと述べている。同作のナレーションについては、シャアの声を聞いていろいろ思い出してくれると嬉しいと語った。同作の起用がオファーされた、サイの池田の率直な感想は僕でいいのですかであったが、語りの先行について、同作プロデューサー。 制作統括の土屋勝弘からは、激動の幕末の時代をわかりやすく、同時に公用した躍動感のある語りで物語を煽ってくれることができる人と思いついたのが池田だったとのことである。太字はメインキャラクター。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。